はい、皆様3月 CB でございます。お待たせいたしました。ロードバイクの紹介のね、季節になっております。2020年モデルキャノンデール、もう完全刷新をしたキャノンデールの、これはですねスーパーシックスです。あのスーパーシックスエボはこんな風になりました。しかもこれねディスクブレーキがついた状態で、しかもカラーがネオンっていうね、これまたおしゃれな感じで、登場でございます。さあ、まあ、変わりすぎてどこからどう説明しようかなっていう話なんですよね。どうしましょうねというところで、ぜひね、最後までご視聴とご感想と、いろいろねお待ちしております。チャンネル登録最近皆様ありがとうございます。見てくださった皆さんで、お初めて見たけど面白そうって思った皆さんもね、よかったら下のチャンネル登録ボタン押していってください。いきましょう。さあ、フレームがですね全くこれ新しくなりました。エアロフレーム、エアロ効果を生み出しますみたいなね、いろんな形状、段差があったりシートポストの形とかね、他にもこのディスクのねディスクブレーキ搭載 でこのねキャノンデールロゴマーク、キャノンデールマークの真上のこのねコラム、面白い形してるね。さあ、そしたらね、ハンドル周りから見ていきましょう。センターにはキャノンデールのねキャノンデールマーク、そしてこういったハンドルでございます。さあ、ハンドル、これねキャノンデールの3っていうねタイプのハンドル、ステムも3っていうねステムです。このね辺は専用のね、かっこいいタイプのハンドルもございます。それに合わせてちょっとねこのコラムの部分ね、ちょっと大きめになってるかなっていう印象はやっぱりありますよね。コンポーネントに関しては105油圧ですね、油圧ディスクブレーキの105でございます。センターにはキャノンデールで、面白いのが配線がね、ケーブルここからこうシュインってこう上から入ってって、ここ横の部分にね穴があったりするんですよね。排水、水が入ったらこの辺から抜けるのかななんていうことをね考えてしまう感じになっておりますね。面白いよ。で、こう見た目のスッキリ感を重視してますっていうのが、まあ、見え隠れしてるかなとこういうふうに僕自身は感じた次第でございます。さあ、真横から見てもね、おこれ気持ちいいね、いい感じ。まずキャノンデール、ここに入ったキャノンデール、まだ慣れはね慣れてないと思うんですけれども、これからはキャノンデールはここに入っております。で、上にねなんかアプリで読み込むような、そういったね QR コード的なのがここに入っております。これもちょっとちらっと見たいと思うんですけど、で、横のね姿はここの部分、ちょっとシステム6っぽいかなとは思いますけれども。さあ、逆サイド回りまして、乗ってみたらこうなります。さっき言った QR みたいなやつはこれですね。いろんな情報が見れますよなんていう話を聞きまして、ハンドルはねここの部分、これね3、下がちょっと大きめかな。まあでもハンドルいろんなものつけれますんでね、拡張性高いなというふうに思います。サイコンとかねライトとかいろんなものが、で、ケーブルの出方がね面白い。さて、上からですね、はいはいはい、まあ、いつものようにね下見ます。下はこういった具合でございまして、整ってますかね。コンポーネントはですね、フルスピードアヘッドのチェーンリング、そして、キャノンデールのこのね SI っていうねクランクついておりまして、チェーンリングは5236でございます。フロントディレイラーは、105ね。チェーンもこれはね、シマノの AGG601 っていうタイプのものがついております。濃いですよね、ネオンカラーって書いてありますもんね。へえ、105、はい、こんな感じでございます。いいね、綺麗。ですね、リアディレイラーは105でございまして、
スプロケットは1130ですね。ハンガーだとロング気味な感じになっておりまして、こんな感じです。ネオンカラーね、ネオンカラー、超ネオンカラー。さあネオンカラー、このねシート姿勢見ると、これ全部一応反射板っていうことで、後ろから光が当たると結構目立つんじゃないかなと思わせる形になっております。さあそしたらですね、シートポストとサドルを見ておきましょう。これね、標準でついたのがプロロゴのね、プロロゴナゴっていうねタイプのサドル、これが標準です。シートポストはまあこれ、ね、カーボンの純正のものですね。オシャンティこのカラーに多分やられる人続出かなと思いますけれども、どうでしょうね、どうでしょうね、どうなんでしょうね、やられてしまった皆さんどうなんでしょうか。 8.5、 8.3、 8.4、 ありがとうございます。8.43、はい、社長です。ありがとうございます。さあ反対側もありまして、ディスク、ブレーキローター、そして、ね、このフロントフォーク見ておきましょう。こういった感じです。ディスクブレーキね、これ105の油圧ブレーキになっておりまして、ローターはね160ミリの丸っこい穴のやつがついております。このねクイックっぽい感じで外せるっていうね、面白い仕組みのディスクのねスルーアクセルでございます。まあというところで、後ろ見るとこういう感じなんです。これがね半外しで、ほら下のここ見ると穴開いてますよね、ここね、半外しでスポンって抜ける、そういったタイプの面白くするアクセルが搭載されております。結構便利。さあせっかくなんでね、このネオンカラー、ネオンカラーってここに書いてあるんですよ、ネオンカラー、ネオンカラーですよっていうのを見ながら、あ BB 周り見ておきましょう。さあ、キャノンデールということは、BB 周り、 BB はですね、まずは BB30 が搭載されておりまして、形的に言うと、どっちかというと山の方に向いてるかなとも見える、そういったのがこのねスーパーシックスエボの新型の形かなというふうには僕は思います。このねテロンテロン、ツルンツルン、ヌメンヌメン感がたまらないですよね。で、このねボトルケージつける穴が、シートチューブ側には2個で、ダウンチューブには3つ、だから結構ねつけられるこの穴のね、位置が変えられるっていうのはなかなか便利よ。でこちらのサイズは51でございます。51だとこのサイズ感になりますね。さあ、まあせっかくなんでこの位置からいきましょうかね。はい、ホイールです。ホイールね、こちらフルクラムです。フルクラムのレーシング900って呼ばれるタイプのリムが使われておりますっていうのを見ました。フルクラムレーシング DB ですよね。ディスクブレーキ、タイヤはですね25ザフィーロのプロがついております。スリックタイヤですね、面白い。さあ後ろもですね同じく、これはですねフルクラムレーシング900っていうタイプのリムプラスディスクブレーキですね、このコンビネーション面白いですよね。スーパーシックスエボですね、このフルクラムのハブどういった音を鳴らせるのか、ラチェットオンチェックしてみましょう。いい無音ですね。はい、というところでですね、今回紹介しましたドロードバイク、お待たせしました、2020年モデルでございます。キャノンデールのねもう斬新な形、斬新なデザインに変化されました、スーパーシックスエボ
で、ございます。これね、何がすごいってお値段がだいぶ攻めております。すー、だいぶ攻めてると思う。この装備でこの値段だったら、いやー、はいね、というところで、ね、実際に、まあ、いろんな、ね、もうお店には出回ってると思いますので、ぜひ、ね、お近くのショップさんとかでちょっとこのネオンカラー見せてちょうだいみたいな感じで聞いてみてください。以上、本日の、サンガ CB のロードバイク紹介のお時間でございました。皆様、最後までご視聴を、ね、ありがとうございます。というところで、次の動画でお会いしましょう。バイ。ああ、やっぱロードバイクの紹介ってね、こうやってると面白いですよね。新しいデザインとかってね、やっぱ見たくなるしね。ね。うん。